トロロロピッってやろう太郎です。安高さんからの質問です。質問なのですが、世界中あちこち行っている F1 関係者の携帯電話の通信会社はどこと契約しているのでしょうか。機種は iPhone か Android だと思いますが。ガラケーの人はいないよね。ガラケーはガラポゴスだからガラケーの人しかない。あ、そうそう、日本だけだ、そうだ。iPhone とかになる前は向こうはエリクソンとかね、ちっちゃいやつ、うん、あ、はいはい、このボタンどうやって押すのみたいなちっちゃいやつでしたけどね、うん、あ、カパってモトローラーのカパッとか、あ、あれかっこよかったね、スタータックね、うん、僕もちっちゃいの持ってましたけどね。あ、そう、それこそが、うん、当時はなんかドイツテレコムのなんか、うん、どこでも使える、うん、で使った分だけみたいなとかあったんですよ、へ、固定料金がいらなくて、はい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 、それが1個持ってましたけどね、うん、プラス4級の番号ね。通信会社でって言われてもねわかりません、そんなの、ね、よくわからない、まあ、でもイギリス人とかイギリスに住んでる人は基本イギリスの携帯会社、うん、いくら世界中旅してるとは言っても毎回イギリスには帰ってるわけで、うん、それは住んでるところの携帯、ボーダモンと、ね、イギリスはなんだっけ、うん、まあ、3って我々よく3の SIM 使ったりもしますけど、あと何があるんでしたっけ、ボーダホンってもうないんじゃなかったっけ、イギリスは、うん、あんのかな、ソフトバンクなんだっけ、なんかこの間ちょっと忘れました、 O2 だっけ、なんかそんな、なんかいろいろあります、うん、機種的には iPhone 持ってる人多いのかな、まあ、iPhone が多いんじゃないですかね、うん、まあでもその日本人みたいに常に最新型とかじゃないですけどね、海外は確かに、まあ大体今もうどこの携帯会社でもその海外ローミングのオプションがついてるし、海外でもまあ割と普通に使えますよみたいなのもあるし、まあ音声通話は割と高くなりますけど、まあそんなに音声通話しないし、今や 4G とかつながってれば音声通話、電話で音声通話じゃなくて普通にアプリでできますからね、データ通信でできるから、データ通信のパケットが月に何ギガとかってあれば、まあ普通に使ってる分には使い切ることはないんでっていう思いますけど、多分みんなそうしてんじゃないかなと。そうだね、だからまあ通信会社どことかっていうのはやっぱりね、その設備インフラというか、ね、未だに 3G のところもあるよね、結構ありますね、うん、まあだいぶ今年行ってみて、あ、結構良くなってるなとは思いましたけど、うん、あ、そう、どこだっけな、ポールリカールとかは山奥だからやっぱり 3G になっちゃうことがあって、はいはいはい、それでもまあ繋がってはいましたけどね、うん、通信できてはいたけど、ハ、うん、ンガルリンクも結構そうだったかな。アメリカってなんかすごく、アメリカは強いですね、めっちゃ強いですね、どこ行っても 5G みたいな、バリバリだし、 Wi-Fi も公衆 Wi-Fi でもめっちゃ速いし、あ、そうなんだ、やっぱインフラ強いですね。でもイギリスもすごい良くなってたのは結構びっくりしました。あ、そうなんだ、公衆 Wi-Fi 含めてめっちゃ速くなってました。へえ、未だに地下鉄とかだとあんま繋がんないですよね。あ、地下鉄ね、うん、まあ、だ僕は最近だからアハモを使い始めましたね。アハモ、アハモは、月20ギガが2000、まあ、3000弱ぐらいで、確か厚田さんもアハモにしたって言ってましたけど、アハモにすると、まあ、20ギガで3000円って多分安くないんですけど、うん、サードパーティーっていうのは何でしたっけ、あ、はいはいはい、格安シムにしては、中ではね、だけどあれって20ギガが海外でそのまま使えるんですよ。あ、海外でもマックス20ギガまでそのまま使える、海外に行くと使えないっていうのが多いんですけど、おい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 、アハモは海外でも20ギガそのまま使えるんで、あ、じゃあドコモローミングだと結構世界中で使えるもんね、全然 5G でつながるとこも結構あるし、はい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 、あ、そうなんだ。だから UQ モバイルを今まで使ってたんですけど、うん、全然アハモのが使い勝手はいいですね、海外に行く人にとってはね。あ、すごいね、うん、へえ、そうなんだ。あ、20ギガ超えるとどうなの？20ギガ超えると確か速度が遅くなるんじゃないかな、めちゃくちゃ、あ、めちゃめちゃ遅くなる。あと15日間海外に行って15日間超えると確か遅くなるんじゃないかな。うーん、なるほど。まあ、でしないにしてもあれ5分のがなんかツアーもついてるんだよね、確かついてるんじゃないかな、ね、じゃあ何かといいんだよ、やっぱ海外に行く人には便利だね、そしたらね、めちゃくちゃ便利、ね、うん、何の手続きもいらず、いらず、その前、ね、海外行って電源入れるだけで使える、素晴らしい、うん、まあ、多分海外の人もそういう感じのプランを契約してるんじゃないかな、うん、あまり聞いたことないけど、うんうん、でもまあ割と普通にみんな使ってますからね、うん、ということは多分使えるんじゃないかな、うん、まあ、あとはそれこそ我々そういう風になる前はイギリスの3っていう携帯会社の SIM を使って、はい、これがなんか、何ヶ月間か 12GB 使えて5000円とか6000円で買える、うん、イギリスだと多分30ポンドぐらいで買えたと思うんですけど、うん、
そういう SIM を海外 SIM 海外いろんなところで使える SIM っていうのもあるんで、データ SIM が。ああ、なるほど。それを持ってる人もいると思います。まあもう今時はね、 SIM もなくてもね、 eSIM もあるし、だからいろんなサービスがあるんで、まあまあ各国のね細かいサービスは分かりませんけれども、まあそれなりに皆さん塩梅いいところとね契約されているということで、で米山は、アハモが海外行くちょこちょこ行かれる方はおすすめじゃないかということでございました。はい、アハモさんタイアップお待ちしております。はい。